千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は歯周病で使う薬についてお話しします。歯周病の進行具合、進行度合いによって使う薬もまちまちです。また歯周病の治療方法によっても使う薬は違います。かなり多くの薬を使い分けるため、もしも、ご興味のある方は直接聞いてください。抗生剤を歯周ポケット、歯と歯茎のと深いところに入れたり、と溶度で歯茎の中、歯周ポケットを洗ったり、また除菌としてとマウスピースなどを使ってその中に強い薬を入れて、で歯茎の中を除菌したり、口腔内を除菌したりなどと、と本当に多いので、その方その方に合ったその人の状態によって使う薬、治療方法も違いますので、その辺は直接聞いてください。お待ちしております。